こんにちは、速稼塾の久保です。今回のキダニックスさんの動画なんですけども、ま、漫画の感想をね、ずっと語ってくださったということで、私全然わかりません。ジャンプっていうのもね、もう十数年、20年ぐらい読んでないかなと思います。まあ十数年ですかね、読んでないかなと思いますし、まあ漫画をね、読む時間はないですね。ずっとどういうふうにしたら多くの方に役に立つようなね、動画が発信できるかなってこととか、まあ大体勉強してるかなってところなんで、全然漫画のことわかんないですね。でずっと見てて、まあ読もうかなって気になるかって言ったら、読む時間はないなということで、ずっとすいません、本当に感想をねずっと言ってくださってて申し訳ないんですけども、まあ私はね、でも漫画の話をするとしたら、じゃあそこからどんな学びがあるのかとか、それをどのように自分たちの暮らしに当てはめていくのかっていう風な発信にこうねスイッチしていくかなってところなんですよ。まあ、今回はね、別にキダニックスさんの動画をね別に否定するわけではなくて、こういうことでファンを増やすこともできると思いますけども、まあ強いて言えばビジネスでやるんだったら、この YouTube をね、この漫画のレビューっていう、そういう風なね、チャンネルにして、そこでは漫画のレビューをどんどん詰め込んだ方が、まあ、はっきり言って漫画ファンの方がそこで囲えるかなと思うんですよ。で、今回のチャンネルの趣旨っていうのは、やっぱりこう、皆さんの生命と財産を守るというテーマなんで、今回の動画は漫画を見ましょうってことになると、まあ、どっちかっていうとね、厳しいこと言ってすいませんけどもね、どっちかっていうと、皆さんに勉強するんじゃなくて漫画を見ましょうっていうふうにやっちゃうと、例えば47歳のおっさんがってタイトルですけども、同じ40代の方がね、漫画読んで、それで終わりになっちゃうんですよね。まあ、ですんで、例えば漫画を読むにしても、それをどういうふうにお金に変えていくかっていうことを、まあ、考えていただくために、ただ読むだけじゃダメですよと、読んだ上でそこからどうやってお金を取り出すかってことを、まあ、例えばねってことでお伝えできるといいかなと思いますね。例えばですね、言いましょうか。私もね、漫画は好きなんですよ。宇宙戦艦ヤマトとかね、私息子にもヤマトってつけてますけども、それから宇宙戦艦ヤマトのコスプレですよね。私ね、もう年も年なんで、沖田艦長の艦長のねスタイル、コスチュームをアマゾンで買いまして、よくね身につけるんですよ。でそしてですね、イベントなどで出かけていきますよね。で動画も撮りますよね。そうすると何が起きるかっていうと、普通のファン以上にちょっとね、こう本気度が高いんですよ、そうやって衣装を着てるとね。まあ、そうなると、いや、連絡をいただいたりとか、速稼塾に興味持っていただいたりとか、まあ、商品買っていただいたりとかね、ヤマト関連グッズが、まあ、そこから売れたりってことがあったり、メルカリとかでもですね、メルカリじゃない、ヤフオクか。ヤフオクとかの転売サイトっていうか、転売サイトって言ったら怒られちゃいますね。そういうサイトでも、私がただ出品するよりも、ヤマトのね、服を着て、ヤマトの出品動画を出した方が、まあ結構ね、売り上げも高いんですよ。同じ商品でも、ヤマトの、なんですかね、プレゼンで売るのと、普通の人がこういうね、ジャージとかで売るのと、どっちから買おうかなって気持ちの時に、私の方を選んでいただけるんですよね。そういう風にしていただくと、単なる漫画を読むだけじゃなくて、単なる好きな漫画を、まあ、読むだけじゃなくて、きちんと売り上げに変えていけるよっていう風な話にもできていくのかなと思いますんで、まあね、これからこの動画をまとめるに、そうですね、キダニックスさんにもしアドバイスがね、私なりにできるとしたら、今みたいに、じゃあ漫画からどうやってお金を生み出していくのかっていう風なアイデアをね、この動画に詰め込むと、あ、確かになと、それためになるなと、しかも自分の体験談もあるから、あ、具体例もあるねってことで、まあなかなかね、面白い動画になるんじゃないかなという風に思います。で、肝心なのはですね、なんですかね、漫画を読むのがいけないってことじゃないんですよ。漫画読んで終わりだと単なる時間の無駄になっちゃうんで、それは生命と財産を消耗させることになっちゃうんですよ。まあ、ですんで、読んだ上でどういうふうに行動していくのかってことをね、お伝えしていくと、一つの、まあ、問題解決といいますかね、気づきとか発見を視聴者さんに与えることになりますんで、そういうふうな方向で動画をたくさん作っていくと、このチャンネル登録の方もね、これからどんどん増えていくと思いますし、再生数もどんどん上がっていくと思いますし、あといいねボタンもね、いいね押しておきますね。いいね評価も上がっていくと思います。もちろんね、反感も買うと思いますよ。例えばね、アニメをお金に変えるな、俺の魂をお金に変えるな、ワンピースをお金に変えるなとかって怒られるかもしれませんけども、いやいや、漫画はもともとお金を出して楽しむもんですから、ただで読めるとかね、ただでもらえるっていう方がおかしいんだよって言わなくてもいいですけども、くじけないように心の中で、そういうふうにね、全てのコンテンツっていうのはお金に変えるためにあるんですよってことをね、心の中に留めておけば、まあまあ折れなくて済むかなと思います。特にね、この40代、お金をどうやってこれから稼いでいくか、お金をどうやって守っていくか、どうやってお金稼ぎのヒントを伝えていくかってことにかなりフォーカスしないと、厳しい時代なんでね、シビアに一つの行動が一つのマネーを生み出すようにっていうふうに
考えていければいいんじゃないかなと思いますよね。まあ速稼塾というコンテンツなんで、結局はお金に変わるようなことしか私も話しません、ということなんで、私がねナイト2000を買ったのもちゃんとナイト2000が稼いでくれるように使うためでもあるんですよね。それではまた動画を送ってください。ありがとうございました。